女子プロゴルフツアーニトリレディスプロアマ21日北海道カツラ GC イコール6651ヤードパー72写真ノースリーブミクビレで金組スマイルツアー通算2勝の金田久美子スタンレー電機がプロアマ戦後に取材に応じめまいや吐き気などの症状があるメニエール病について語った前日の20日に自身のインスタグラムや YouTube チャンネルを更新し メニエール病と診断されたことを告白していた。18ホールのラウンドを終えた金田はぐったりした表情で、やっぱり辛い感じで、頭がふらふらすると症状を説明した。7月下旬ので熱中症を発症し、そこからずっと体調が悪かった。自律神経系の病院にも行ったけど、知り合いの医者にも言われ、耳鼻科を受診したら、メニエール病です、とと状況を明かした。 現在は薬の服用をしながら様子を見ており、試合の出場は続けるという。暑いとしんどいのであまり良くない。今週は比較的涼しい。北海道で良かったと話していた。